勝川インターチェンジは愛知県カスガ市にある名古屋第二環状自動車道のインターチェンジである。国道19号と連絡することを目的とする出入り口である。当該 IC は国道19号を南北方向に挟むダイヤモンド型インターチェンジで国道302号から出入りする形で東西2カ所の出入り口が配置されている。東側は名古屋 IC。 名古屋南 JCT 方面への入り口と、同方面からの出口が、西側は、名古屋西 JCT 方面への入り口と、同方面からの出口が配置されている。東西出入り口の間には、国道19号の他に、愛知県道508号内津勝川線と愛知、県道59号名古屋中間城線を含めた3路線を、挟むことから、東西出入り口の間隔は長めになっている。 春日市の勝川町エリアは国鉄中央線の勝川駅を中心に発展した。やがて当該エリアに国道19号のバイパス、国鉄中央線の高架化、国鉄瀬戸線の建設、名古屋環状を2号線の建設が集中して計画された。このことから愛知県は1979年よりカス都市計画事業、勝川土地区画整理事業に着手した。 当該事業によって多数の家屋が集団移転の上先に見た交通インフラが建設された。住宅密集地帯の中にあって後から建設された国道19号バイパス、名古屋環状2号線、城北線が整然と配置されているのはこうした歴史的経緯によっている。この土地区画整理事業と並んで期待されたのが勝川エリアを分断している JR 中央線の 高架化事業であった。これによる再開発で、勝川駅前商店街の近代化を推進し、当時急ピッチで建設中の国道302号を高架下に通すことによって、当該エリアの活性化と交通インフラ強化につながるものと期待された。1989年には大倉省によって、 中央線立体交差化事業への予算が組まれ、勝川駅周辺の2.1キロ区間の高架化が決定した。一家に見る高架化事業に絡めた、勝川 IC 設置と国道302号建設に至る背景には、長きにわたった再開発事業に寄せる自治体からの並々ならぬ期待があった。1991年3月、東名阪自動車道の清瀬東 IC。 勝川 IC 館が延伸開業し、この時は西側で入り口のみ開設された。1993年12月には勝川 IC 名古屋 IC 館が延伸開業したが、勝川 IC の東側で入り口は同時供用されなかった。これは国道302号と東側ランプウェイの分合流予定地に当時、JR 中央線が平面横断していたためである。 日本道路公団は当初 JR 中央線を早期に立体交差化の上、その下に国道三百二号を通し東側ランプウェイを構築して本線同時供用とする予定でいた。だが関係機関との協議で高架事業の完成目途が九百九十六年度とされたことによって東側で入り口の九百九十三年十二月の本線同時供用は 断念せざるを得なくなった。よって、当面は、名古屋 IC 方面への連絡は、小型 IC ないしカスインターチェンジによる、代替 IC へ誘導することとされ、中央線の立体交差事業完了をもって、東側で入り口も開設する手はずとされた。ところが、立体交差事業の、さらなる遅れが見込まれ、2003年度の完成とされたことから、 中央線の高架化を待たずに平面横断の状態で東側出入り口を開設することになった。出入り口の位置は様々な制約から立体交差前提の計画位置に据え置いて検討を加えた。すなわち地上から本線に至るランプウェイは原計画位置のままとしてランプウェイと国道302号を連結するアプローチを工夫する。 ことで、ランプ運用を図ることとした。この時点で様々な検討案が出され、このうちの一つが、平面横断する JR 中央線に、暫定踏切を設けて、ランプを開設する内容だった。しかし、JR 東海は、運行密度の高さから、踏切事故による大惨事を懸念して、暫定踏切設置を拒否した。一方で、 上足城方面からの国道302号を中央線、手前で U ターンさせて、ランプウェイに接続することも検討されたが、オン、オフの両ランプが平面交差することもあって、こちらも取り下げられた。結果的に、県道508号交差点から直ちに下り坂となって、線路直下をアンダーパスの上、V 字で上り急勾配に転じて、 原計画一致のランプウェイに連結するという区肉の策が採用された。ただし、県道508号からランプウェイまでの短い距離で建築限界を確保のウェブ維持を描くことから急勾配化が避けられず、オンランプの縦断勾配は9%を超えることになった。供用開始は名古屋 i c 延伸開業から遅れること1年4。 か月目の1995年3月である。なお、立体交差事業は2003年度の完成時期を大幅に超過し、効果の完成は2009年11月、国道302号開通を含めた、事業完了は2011年3月となった。平面部の線路撤去に伴い、ランプの一部撤去と再試行を実施の上国道302号を、 挟み込む現状のランプ形態となった。なお、国道302号開通よりも高速道路との接続が優先されたことは勝川地区に限ったことではなく、名古屋市名東区や地目寺町でも参見される。名2館は国道302号ともども国道22号国道19号館で東海交通事業場北線と一体で計画、建設された経緯から山田西 IC。 勝川 IC 間で、上北線が並行し、東海 IC の東西出入口間でクロスして、勝川駅に接続している。上北線の開業日は、明2間清須東 IC、勝川 IC 間延伸直後の1991年12月1日である。また、上北線、勝川駅は常日の JR 中央線、勝川エリアの連続立体化工事とリンクして、 高架で建設、強要され、明に艦もこれをまたぐようにして建設された。このことから、東西の出入り口間の本線は、上北線との交差部を境に、緩やかな勾配となっている。トールゲートは、西側が地平部、東側が高下部に設置されている。西側は、用地の制約から縦分離型で、手前が e t c 一般用、奥が e t c 専用である。 園運用は時間帯やメンテナンスなどの事情により変更される場合がある。ありがとうございます。